姑に嫁いびりをされるという話はよくあるが、夫に対して無情な姑は珍しいのではないだろうか。夫が不慮の事故でこの世を去ってしまい、葬儀の喪主を務める一致。姑の息子である夫が亡くなったというのに、姑は食事会を優先し、夫の葬儀に参加しなかった。本性が明るみになった姑は、これから一体どうなってしまうのか？私の夫のお葬式より食事会を優先する姑は、四十九日後全てを失った。実の息子のお葬式に参加しない姑なんて、ありえないと思うんだけど。私の姑はそんな人だった。夫と結婚して3年目のある日、突然夫はこの世を去ってしまったんだ。仕事中外回りをしている時、事故に巻き込まれ、私が病院に着いた時にはすでに息をしていなかった。ようやく夫がいなくなったことを受け入れ、前に進もうと思っているところなんだけど、お葬式に参加しなかった姑のことを、誰かに聞いてもらいたくてここに来たんだ。夫は姑と仲が悪く、いつも顔を合わせれば喧嘩ばかりだった。だから、できるだけ姑には会わないよう、心がけていたくらい。姑はいつも口が悪いというか、嫌味っぽい性格。だけど、そんな性格になってしまったのは、私と夫が結婚してからだから。少し責任を感じていたんだよね。初めて姑に会った時に。こんな家柄の悪い女と結婚するなんて、絶対に許さない。他にも女性はいくらでもいるんだから、焦って結婚する必要ないわよ。そう言って、私との結婚を認めてくれなかった。それでも夫は私と結婚すると言い張り。結婚を認めてくれないなら、もう母さんとは縁を切ってもいい。俺の人生に口を出さないでくれ。なんて言い出す始末。こうして夫は姑と絶縁状態になった。だけど、結婚してから数ヶ月後、姑の態度に変化が見られた。結婚後、姑は私たち夫婦を他人のように扱い、親戚の集まりに呼ばれることもなかった。それなのに、お正月はうちに来なさい。親戚がみんな集まるのよ。と誘われたのだ。これまで姑から連絡なんて一切なかったし、親戚の集まりに呼ばれるなんて初めてだった。どういう風の吹き回しなのかわからなくて、不思議で仕方なかった。何か目的でもあるのか疑ってしまうほど、誘われたことが衝撃だったんだ。私は姑に認めてもらえた気がして、内心嬉しかった。一生姑とは関わらない人生を歩んでいくものだと、ずっと思い込んでいたから。これで夫も姑との絶縁状態が解消される。そんな期待を抱いていたんだ。嫁いびりじゃなくて、夫と絶縁するなんて変わった性格の姑だな。姑は大人げなかったと、心を入れ替えてくれたのか？まあ、嫁いびりじゃなくてよかったじゃぬ。それから2週間ほど経ってから、私たち夫婦は義実家へと向かった。義実家に行くのは、この時が2回目だった。初めて行ったのは、結婚の挨拶をした時だったんだけど、その時にもう義実家には行かないと決めていたんだよね。また義実家を訪れる日が来るなんて、嬉しいような複雑な気分になってた。姑から義実家に来いと言ってくるくらいだから、嫌味を言われるようなことはないと思ってた。だけど、そんな期待は、すぐに打ち砕かれたんだ。姑は私たちの顔を見るなり、本当に来たのね。まさか本気にするとは思ってなかったわよ。お父さんがどうしてもと言うから誘ったけど、てっきり来ないだろうと思ってたわ。と言い、私たち夫婦のことを快く受け入れてくれなかった。私と夫は、姑の言葉にびっくりして、何も反応ができなかった。来たばかりだけど、義実家には入らず、そのまま帰ろうかな？私はこんなひどいことを平然と言う姑と、一秒でも早く離れたかった。姑はあまり話したことがないんだけど、結婚の挨拶をした時は、姑の味方をしているように見えた。そもそも姑が私たちを誘いたかったのは、どういう理由なのか気になって、理由を尋ねてみようとしたんだけど、姑から家に上がってくるなという雰囲気を出された。玄関に立ちふさがり、あんたたちは、この家に足を踏み入れようなんて思っていないわよね。そんなことをぼそっと言って、私たちの方を見ていたんだよね。気にせず入るほど、義実家にいたいわけでもなかったから、勘違いしてすみませんでした。とだけ言い残して、夫とその場を去った。姑は心を入れ替えてくれたわけではなく、姑に言われたからしぶしぶ誘ってきたと知り、私と夫は不思議に思う気持ちもあったけど、むしろ良かった、くらいに思っていた。母さんと話すことなんてないからな。今後もなるべく関わらないようにしよう。と言って、夫は少し寂しそうにしているように見えた。どんな姑であっても、母親には変わりない。母親と仲良くできないなんて、寂しいに決まってる。
私は別として、夫とは仲良くしてほしいな。そうは言っても、私にはどうすることもできないし、ただ見ていることしかできなかった。姑がひどいことを言っても、言い過ぎだぞ。そんな感じで、姑を諭しているような人だった。口数が少ないから、たまにしか言葉を発さなくて、考えていることがわかりづらい人だなという印象もある。今回の件で、姑は二人の関係性について、思うところがあったのかな？結局真相はわからないまま、私たちは普通の日常に戻った。義実家まで行ったのに、家に入れさせないなんてひどいな。姑はどういう神経しているんだ？いい大人なんだから、嫌でも息子の結婚を受け入れろよ。それから1ヶ月ほど経った時に、仕事中知らない番号から鬼電がかかっていた。最初は休憩中に折り返そうと思っていたんだけど、尋常じゃないほどの着信があったから気になって、仕事を抜けて折り返してみることにした。奥様ですか？こちら営業委員の者なのですが、夫さんが事故で。それ以降何を話したのか、ほとんど記憶がないんだよね。夫が事故で病院に運ばれたらしく、今すぐ病院に来てほしいという連絡だった。夫は私の連絡先をフルネームで登録していて、頻繁に電話をかけている相手だから、私のことを嫁だと思ってくれたらしく、すぐに病院から連絡ができたみたい。夫は毎日家に帰ってくる時に、電話をかけてくるから。そんな習慣があって本当に良かった。そう思いながら、私は病院へと向かった。詳しい話は聞いていないけど、とにかく夫の容態はかなり危ないみたいで、気が気じゃなかった。夫がいなくなってしまうなんて、考えたこともなかったから。でも、私が病院に着いた時には、すでに夫は息をしていなかった。一瞬何のことだかわからず、理解するのに時間がかかったけど、もう夫はこの世を去ってしまったんだと、頭が認識したと同時に、涙が溢れて止まらなかった。看護師さんや医師にいろいろ言われた気もするけど、そんな言葉は一切耳に入ってこないし、夫の死を受け入れられずにいたんだ。夫は事故に遭う前日の夜、たまには焼肉でも食べたいな。思い切って外食にしちゃう？そう言って、高級焼肉店のサイトの URL を送ってきたんだけど、そんな贅沢するなって言っちゃったんだよね。夫がいなくなると分かっていれば、高級焼肉店に行っておけばよかったよ。公開先に佇って、まさにこういうことを言うんだな。何を思ったとしても、夫はもう絶対に帰ってこないのに、時間が戻ればいいのに、とか、不可能なことを、ただただ考えていた。それからは、夫のいろんな手続きをしたり、バタバタしていたせいで、悲しいなんて思う余裕がなくなっていた。一応義両親にも連絡をしたんだけど、二人は正反対の反応をした。まず舅は、あいつが、こんなに早くに行ってしまうなんて。そう言って、相当落ち込んでいる様子だった。舅の方も、夫が亡くなったと知れば、さすがにショックを受けるだろうと思っていた。それなのに、舅はいつもの調子で、そうなの。だから何？遺産でもあるのかしら？だってさ、一瞬、聞き間違いかと思った。実の息子が亡くなったんだよ。少しくらい悲しんでもいいんじゃないの？そう思っていると、容疑はそれだけ？しょうもないことで連絡をしてこないで。なんて言われてしまった。さすがに我慢の限界が来た私は、せめて悲しんであげるくらい、したらどうですか？と言ってみたものの、いちいちうるさいわね。あんたに差し許される覚えはないわ。そういい、姑に電話を切られた。一応、お葬式の日程も伝えておいたんだけど、反応は薄かった。いよいよ夫のお葬式当日になり、姑がやってきて、私よりも先にいなくなってしまうなんて、信じられないよ。これから大変だろうけど、気を落とさず頑張ってほしい。と言って、姑は涙をこらえながら、夫の亡骸を見ていた。でも、その横には姑の姿はなく、私は違和感を覚えたんだよね。さすがにお葬式くらい、参列するはずだよね。お母さんはまだ来られないんですか？てっきり一緒に来るんだと。と言いかけると、実は、朝から出かけたようで、家にいなかったんだよ。電話にも出ないし。と言いながら、姑はスマホの画面を見ていた。お葬式には来ると言っていたんですか？と聞いてみると、外せない予定があると言っていたから、葬式には参加しろと言ったんだけどな。と言った。外せない用事って何？息子のお葬式より大事なことなんて、他にあるのかな？私はもう、込み上げる怒りを抑えることができなくて、姑に連絡してみることにしたんだ。姑の電話に出ないくらいだから、私が電話をしても出ないだろうな。でも、いても立ってもいられなくて、姑に鬼電したら、3回目くらいで電話に出てくれた。どうしたの？しつこい人ね。
私は今大事な予定があって忙しくしているの。しつこく電話をかけてくるなんて、非常識にも程があるわよ。いきなり怒鳴られ、私の怒りはマックス。今日は夫くんのお葬式だと知っていますよね。お葬式より大事な予定なんですか？私よりも、夫くんのお葬式に来ないお母さんの方が、よほど非常識ですよね。もう感情を抑えることができなくて、思ったことをそのまま姑に伝えたんだ。そうすると、姑は驚きの発言をした。私は今大事な食事会に参加しているの。息子のお葬式より食事会を優先するのは当然でしょ。もうあの子はこの世にいないんだから、何をしても意味がないわよ。そんな姫っぽい会に参加するくらいなら、友達との食事会に参加した方がよっぽどマシ。本当にやられな人たちね。そんなことを言われたから、もう言い返す気力を失ってしまった。じゃあいいです。とだけ言って、そのまま姑との通話を終えた。この会話は姑も目の前にいて、スピーカーにしてたから丸聞こえ状態。あいつ、葬儀に来ないで食事会に行ってるのか？考えられないな。もうあんな奴知らん。と言って、そのまま席についていた。それからお葬式は滞りなく進み、みんなで夫を見送った。これからは一人で生きていかなくてはいけないから、不安もあるし、ショックから立ち直りきれていない。身近な人がいなくなるなんて、想定して生きていなかった私が悪いんだけど、夫に対しては、やりきれない思いでいっぱいだった。これから思い出をたくさん作っていく予定だったし、そのうち子供も欲しいねなんて話もしていた。夫との結婚生活がこんな形で幕を閉じるなんて、考えてもいなかったんだ。ただ、悲しいと思っていたのに、姑のせいでそれどころではなくなった。ある意味、姑のおかげで、夫がいなくなったショックから、立ち直れたのかも。それから数日後のこと。姑から連絡があったけど、私は出なかった。姑と話していてもろくなことがないし、電話に出る意味なんてないと思った。それから数回連絡があったんだけど、私は全て無視した。今更何の話があるっていうの？もう、姑とは二度と関わりたくないのに。そんなこんなで、夫の四十九日を迎えた。これで夫は天国に行くのかな？なんて思っていた時に、突然姑が私の家にやってきた。それまで、姑が家に来ることなんてなかったから、かなり驚いたけど、四十九日だから来たんだと思った。姑に対しての怒りはあったけど、やっぱり夫のことを大事に思っているんだと。内心ほっとしていた。お葬式に来なかったことはどうかと思うけど、やっと心を入れ替えてくれたんだ。だけど、そんな私の期待は、すぐに打ち砕かれたんだよね。姑を家にあげると。あんたどういうつもりなの？私は家から追い出されたのよ。それに、誰も電話に入れてくれない。あんたが何かやったんでしょう。そうとしか思えないわ。家に入ってくるなり、いきなり怒鳴ってきた。一体何が言いたいんだろう？私のせいで家から追い出されたなんて、言いがかりにも程がある。と思いながらも、一つ思い当たる節があった。それは、姑の前で姑に電話をした後、姑が食事会に行ったと知った姑は、もうあいつと一緒に夫婦でいるなんて無理だ。我慢の限界。普段は温厚な姑が、怒りに満ちた表情で、そんなことをつぶやいていたんだよね。まさか本気で姑を追い出すなんて。だけど、正直自業自得としか思えなかったんだよね。姑は愛想を尽かされても仕方ない。私のせいってどういう意味ですか？何が言いたいのかわからないんですけど。私は何も知らない体で、そう聞いてみると。私は家を追い出されて、離婚届まで渡されているの。親戚連中は誰も電話に入れないし、どうなっているのかしら。みんなが電話に入れなくなったのは、あの子の葬儀からなの。だから、あんたの仕業としか思えない。もしかして、お父さんをそそのかしたんじゃない？と言われたので、否定をした。だけど、ことの経緯を説明する必要ないし、姑がどうなろうと私には関係ない。追い出されたことは残念だと思いますけど、私は何もしていません。夫くんのお葬式に来なかったから、お父さんが怒ってるんじゃないですか？私のことを責める前に、自分の行動や言動を見直した方がいいと思います。ここまで言う必要はなかったんだけど、つい口からそんな言葉が出ていた。うるさいわね。あんたは何様のつもりなのよ。私が不幸になったというのに、よく平然としていられるわね。本当に薄情な嫁よ。だから結婚には反対だったのに。そういった瞬間、私はもう姑への怒りが爆発してしまった。今までずっと黙っていましたけど、私との結婚に反対した理由って何ですか？
それに、夫のことまで嫌うなんて、母親としてどうかしていますよね。そんな人に、薄情だなんて言われる筋合いないです。こんな非常識な人、初めて見ましたよ。というと、姑は発狂していた。あんたに息子が騙されているのに、息子は全然気がついていないから反対したの。私の言うことを聞かずに、あんたと一緒になった息子のことなんて、許せないのは当然でしょう。と言われた。騙しているなんて人聞きの悪いことを言われ、私は怒りを通り越して呆れていた。これ以上姑と話しても意味がないし、夫はもうこの世にいないんだ。姑と話をして、分かり合う必要もないんだよね。姑には帰ってほしいと伝えたけど、なかなか帰ってくれないから困った。どうしても誰かに怒りをぶちまけたかったのか、とにかくひどいことを散々言ってた。途中からはどうでもよくなって、姑の話なんて聞いていなかったから覚えていない。しばらく経っても、姑は帰る気配がないから、帰らないなら警察に通報すると伝えた。そうすると、姑は逃げるように帰っていったよ。シュートナイス。離婚されるなんて相当だな。でも、正解だと思う。シュートはこれまで姑に不満が溜まってたのかな？じゃなきゃ、離婚まで言わないよね。それから、1ヶ月ほど経ってから、姑に関しての近況をシュートが教えてくれた。これまで、姑は一人息子である夫のことを、家族ではないと言い張り関わろうとしなかった。私と結婚するまでは、姑は夫を猫可愛がりしていた。だから、私に夫を取られたことがショックで、夫のことさえも避けるようになったのだろうと、シュートは言っていた。何度かシュートは、もう大人なんだから結婚して当然じゃないか。いつまでも意地を張っていないで、仲良くしろよ。と言ったことがきっかけで、姑は私たちを義実家に呼んだらしい。その結果、義実家には上がるなというオチだったけど、つまり、シュートはずっと姑の態度を不満に思っていて、夫を避けていることも許せなかった。それに、私のことを泥棒猫と罵り、いつもひどいことを言っていたらしく、その態度にシュートは違和感を覚えた。最終的には、夫のお葬式に来なかったシュート目を、見放したということだった。夫のお葬式から帰るときに、役所で離婚届を取って帰ったらしいんだよね。そこまで思い詰めているとは知らなくて、私はかなり衝撃だった。食事会から帰ってきたシュート目に、シュートは記入済みの離婚届を突きつけた。突然何を言っているの？あなたショックでおかしくなったんじゃない？少し冷静に考えてちょうだい。いきなり離婚なんてダメよ。とか言っていたみたいだけど、シュートは離婚するの一点張りで、シュート目を家から追い出したらしい。だけど、シュート目はなかなか出ていかず、結局出て行ったのは夫が亡くなった49日後。シュート目はシュートから見放され、親戚中からも白い目で見られているっぽいんだよね。そりゃ、夫のお葬式に参加しないような人と、仲良くしたいだなんて思わないだろうし、距離を置かれるのは当たり前。そんな中で、私を訪ねてくるなんておかしな話だよね。夫が亡くなってから、3ヶ月ほど経過した。たまに夫のことを思い、悲しくなる瞬間もあるけど、いつまでもくよくよしていたら、夫が悲しむだろうな。なんて考えながら過ごしていた時、姑から電話がかかってきたんだよね。今更何の用事があるのだろう？不思議に思いながらも、電話に出てみることにした。また文句を言われるのかな？とも思ったけど、電話の内容が知りたくて、興味本位で。一輝さん元気にしてる？私はパートを始めたんだけど、働くって辛いわね。給料は安いのにこき使われて、もう毎日大変なのよ。一輝さんは給料どれくらいあるの？夫くんの保険金とかもあるんでしょ？そう言われた時に、お金の話がしたいんだと察した。私はお金なんて全然ありませんよ。お金があったとしても関係ないですよね？というと、関係あるわよ。少し援助してほしいと思ったの。あの子は私の息子なんだから、息子のお金をもらってもいいと思う。半分でいいからお願いできないかしら？と言われたから、何も言わず電話を切った。私が姑を助ける義理なんてないし、もう声も聞きたくなかった。そのまま姑のことは着信拒否にしたから、何をしているのかは知らない。だけど、家から追い出されて、姑は一人で生きていくことになった。これまで外へ働きに出たことがないのに、いきなり働かないといけなくて、相当辛そうだった。まあ、これも自業自得だけどね。もう二度と姑とは関わらないつもり。たまに姑は夫に線香をあげに来てくれるから、会うことはあるんだけど、私のことを気遣ってくれて、すごく優しいんだよね。もっと仲良くしておけばよかったと、後悔するくらい。そんな私は、しばらく一人で暮らしていくつもり。
心の中に夫がいるし、ずっと一人でもいいかなと思っていると、まだ若いんだから、これからいい男を見つけなよ。息子もそう望んでいるはずだ。なんて言われる。そんなことがあるかはわからないけど、とりあえずは夫との思い出の中で生きていきたい。一気落ち。シュート目様、一気を頼るとかありえないんだけど。労働をすることで、今回こそは改心するのかな。今回は、夫のお葬式に来なかったシュート目が、何もかも失ってしまったお話でした。シュート目はお葬式よりも友人との食事会を優先し、周囲から白い目で見られるようになり、結果的にお金や家族を失ってしまいました。もしもあなたに一気のような止めがいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。万が一事故に遭った時に、スマホをロックしていると、家族への連絡に時間を要します。スマホには、もしもの時のため、緊急連絡先を登録できる機能がありますので、事前に登録しておくことをお勧めします。